水中スターマインの様子水挙を、三河花火大会とは、毎年千葉県香取市で開かれる花火大会である。1908年、当時の香取郡尾三河町が水運のショートとして、ますます発展することを記念して始められた。関東でも、有数の歴史を持つ花火大会で、2008年で100周年を迎えた。ただし、公式回数としては、9。 神里地区での花火大会の分も加えているため、2008年の大会は第112回としている。明治時代からのお見川地区の夏の風物詩であり、毎年10万人を超える人が見学に訪れる。会場付近では屋台等が多数出展しにぎわう。打ち上げ数は約8000発。その中でも、利根川の川を利用した水中花火が特徴である。なお、 旧沢原市でも以前は花火大会が開かれ市民に親しまれていたが市町村合併の影響で2006年を最後に本大会に統合された。毎年8月1日午後7時からこの開催日はかつての利根川川カマの日に合わせている。ただし例外として1992年はアジアオーストラリア地区水上スキー選手権大会の 日程に合わせるため8月22日、2001年は町村合併50周年事業のため8月5日に開催された。利根川は、オ川大橋下流河川時期や尾ミ川区事務所などに駐車場が用意されているが、来場者数が多いため例年会場付近は車や人で非常に混雑する。当日は、尾ミ区事務所付近から会場付近まで、 シャトル船が運航されている。開催日は、黒部川のイルミネーションも行われており、その様子も楽しむことができる。広報を見側平成8年9月号広報課、鳥ナンバー59、2008年9月1日号によれば、 2008年の観客数は18万人であった http コロンスラッシュスラッシュ www.city.catoly.lg.jp スラッシュ gyousei スラッシュメイヤースラッシュメール h1904HTML04 から 06? ありがとうございます。